ジェーム安坂です。僕は今、イギリスのロンドンに行って、ウィンブルドンの予選を戦いました。今年のフレンチオープンは、大会が始まる直前に、本戦から欠場者が出たことで、急遽、繰り上がりで本戦からプレーができたんですけれども、ウィンブルドンはですね、その順番待ち2番っていう状況で、まあ、1番がダニエル太郎だったんですけど、まあ、本戦から欠場者が、予選が始まる前にはそれ以上出なかったので、ギリギリで予選からのスタートに、なってしまいました。が、まあ、予選の1回戦、2回戦と、戦いまして、まあ、1回戦は、地元イギリスのワイルドカードの選手だったんですけれども、まあ、左利きで、かなり芝を得意としている、選手で、まあ、プレースタイル的にもこう芝が得意そうな、スタイルだったので、まあ、かなり、慎重に、プレーをしていたんですけれども、まあ、それもなんとか、ファイナルセット6-4で勝つことができ、予選の2回戦は、イスラエルの、デューディ・セラ選手、まあ、元世界29位の選手と、対戦して、まあ、この試合も、ファーストセットダウン、セカンドセットも4-5、僕のサーブ、15-30という場面まで、行ったりとか、かなり、紙一重の展開だったんですけれども、この試合もなんとかファイナルセット6-4で、勝つことができて、予選の決勝まで、駒を進めることができました。まあ、予選の決勝は、ドイツの、オスカー・オッテ選手に、3セットで、まあ、予選の決勝は5セットマッチなので、まあ、3セットストレートで、残念ながら負けてしまって、去年は、2020年は、ウィンブルドンがコロナの影響で開催されなかったので、2019年に続く2大会連続の予選突破とは、ならなかったという結果に、なりました。まあ、しかし、ラッキールーザーという本戦からの欠場者が出た場合の、繰り上がりっていう制度の、順番、まあ、予選決勝での敗退者が16人いるんですけれども、その中でランキング上位4人の選手は、くじ引きで順番が、こう、優先順位が1、2、3、4っていうのが決まるんですけれども、まあ、5番目以下は、その大会時のランキングで決まるんですけれども、そのまあ、僕は、上位4人の中に入っていたので、まあ、4人の選手でくじ引きという状況になり、僕は2番目だったので、まあ、そのくじ引きの段階で、ティーム選手が欠場することが決まっていたので、まあ、そのくじ引き1番だった選手が、もうその時点で本戦に繰り上がることが決まり、僕は2番だったので、その1番のスポットに繰り上がり、まあ、それ以降、誰か本戦から欠場者が出た場合は、繰り上がれるという、ポジションだったんですけれども、大会前に、アメリカのトミー・ポール選手が欠場することになったので、その枠で、本戦に、繰り上がることができました。まず、予選突破という形で本戦プレーすることはできなかったんですけれども、まあ、でも、まず予選を2回、タフな、フルセットの戦いを勝ち抜いたことで予選決勝へ進み、予選決勝で負けてしまいましたが、まあ、今までのこの、
ツアーを戦ってきてランキングを上げていたことで、まあ、ラッキールーザーのチャンスも、得られやすいポジションに、いることができたことで、こう、巡ってきたチャンスだと思うので、このチャンスを、生かして、で、まあ一度負けた身なので、失うものは何もなく、こう思い切って、テニスの聖地ウィンブルドンで、自分らしいプレーをしたいなと思っています。本戦1回戦の対戦相手は、スペインのアルカラス選手になりました。アルカラス選手は、18歳、かなり若い選手で、クレーコートを中心に、今では、大活躍している選手で、僕も、全仏オープン前のポルトガルのチャレンジャーで対戦はしているんですけれども、その時はクレーコートで、完敗した相手なので、今回芝のコートでの対戦ということで、またクレーコートの時とは全然違ったラリーの展開にもなると思いますし、彼にとって、芝のコートはクレーでやるよりも確実にこう、プレーしにくい、自分らしくプレーしにくいサーフェスだと思うので、そういう意味でもこう、チャンスを、見出せたらいいかなと思っています。彼のコーチが、元世界ナンバーワンのファンカルロス・フェレーロ選手っていうのも、僕にとっては、子供の頃すごい好きな選手だったので、ちょっと、変な 複雑な、不思議な感情に、なったりもします。何でもとりあえず、しっかり試合に向けて対策を練って、それを、試合で、しっかり出せるように、しっかり準備していきたいと思います。